5型、量水系分子の例。7復化要素。科学において、5方量水系分子構造とは、1個の原子を中心とした5型、量水系の頂点に7個の位子が配位した分子構造のことである。完全な5型、量水型は、天群 D5H に属し、その分子構造では、1個の原子を取り囲んでいる、位子の結合角に90度と72度の二通りが、 ある。7範囲形の分子構造にはこの他に、6範囲8面体系にさらに1個の範囲子が付加した1面間8面体系と、6範囲三角柱型にさらに1個の範囲子が付加した四角つらい地間三角柱型がある。7範囲構造を取る繊維金属作体は多いが、その対称性は通常、D5H より低い。コットン、カイ・アルベルト、ウィルキンソン、ジェフリー・マリーヨ。 カルロス・エイ・バルクマン、マンフレッド、アドバンスト・イン・オーガニック・ケミストリー・ニューヨーク、ワイリー・インターサイアンス、ISBN0471199575。ありがとうございます。